6月13日水曜日、時刻は5時半を回りました。週に一度のおたわむれ、アゲオシラディオマフィア、略してアゲラジ、今週も始まりました。この番組は TK ソングマフィアこと下町音楽制作集団アゲオシ制作所がお送りするエンタメの話題からどうしようないくだらない話まで、毎度何が起きるかわからない筋書きなしのミュージック&トークプログラムです。皆様のお相手を務めさせていただくのは、アゲオシ製作所総務部の黒宮ジョージ、東京墨田区スカイツリーの膝元ワロップ放送局からお届けいたします。ということでね、今日もスカイツリーは散々と輝いておりました。キラキラ、はい、まあ、まだこの時間そんな輝いてないと思います。嘘じゃないはい、ということで今週のアシスタントはこちらでございます。はい、皆様こんにちは。ちっちこと大島地方 AB 型です。よろしくお願いします。 AB 型なんだね。 AB 型です。日本人の方も割と比率が少ない、あの輸血が大変な人ね。そうなんですよ、はい、そんな輸血が大変なちっちからね、じゃあお便りの宛先の紹介お願いします。はい、メール、ツイッター、そして番組公式サイトにてお受け付けしております。メールアドレスはラジオアットマークあげおし .net、 番組公式ツイッターアカウントはあげおしアンダーバーラジオ、そして番組公式サイトはあげおし .net になります。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかね、血液型バラシでもいいですから、ぜひ教えてください。なんで急に血液型バラシも。いや、ちょっとなんかもうちょっと情報盛り込んでみようかなみたいなラジオっぽくね、ジョージさんが拾ってくれるかなと。はいはいはい、僕レスより意外に拾って捨ててあるんですでも短く終わっちゃういや、膨らましたいんですけどね。いや、だから血液型話って難しくないですか、うん、え、そうですか。はい、なんか僕血液型で性格決められちゃうの好きじゃないですか。あー、4パターンしかないじゃんみたいな。そう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 、うん、だったらもう RH マイナスプラス見れようぜみたいな話になってくるし。そうそう、まあ統計学だってね、うん、なそうそうゴリラは B 型しかないんですよね。え、そうそうそうなんですか。そうそう、ゴリラは一つの性格しかないのかみたいな話になっちゃうね。いや、これ血液型好きな人は怒られちゃうだろうな。いや、私ちょっと好きですよ。あ、本当に。じゃあそんなちょっと血液型トークでもね、これは今日は引き続きやっていこうかなと思います。ということで CM の後も続々続きますので、そのまま番組をステイチューネー。すずちゃんハウスインラジオ第4木曜日の、7時半から8時で放送中です。私がもうゆるーくゆるーくお話しするラジオとなっております。そして私の、弾き語りなど、あとは楽しい企画とかも今後考えておりますので、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。お便りも送ってください。皆さん見てください。すずちゃんハウスインラジオ、高井俊介のご覧の通りイケメンです。はいはい、毎週木曜21時から21時半に放送している自称イケメン声優坂井俊介の一人妄想ラジオ番組、坂井俊介の好きなもの、日常のあるあるなど語り尽くす30分、ハッシュタグご来期でみんな盛り上がろう。先週とかいつも言ってるんですけど、はい、モタルさんがあの、うん、あれリハーサルしてるんですよ、ね、結構響いてくるんです、うん、我々が収録してる時とかは割とモタルさんのリハが多いんですね、うんうん、お会いしたことありましたっけ。ないんですよ。ローカルは多分すれ違ってますよ多分我々。そ う、はい、そうなのかなみたいな感じです、はい、とりあえず挨拶してるけど分かんないしっていう感じ。お疲れ様です。そうなんですよね、モタルさんはもうあのすごい宮廷みたいな楽屋にね、うん、そうそう怒られちゃう。嘘嘘そんなことないであの、まあ、どこ他の楽屋にあんま挨拶行かないですからね、うん、別に共演じゃないから、うんうん、まあ、なんか機会があればご挨拶したいですね。そうですね、はい、番組にも来てもらいたいですね。
来てもらえますか、ね、来てもらいましょうよ、ね、だって我々が行ってるんですから。あ、そうですよね。我々じゃないけど。そうですよね。じゃあ私も行けるかな。あ、そう。え、でね、出してもらいましょう、ね、今度出してもらえませんかね。はい、ちょっと言っときます。はい、ということでお便り来てますので、お便り紹介を、はい、はい、ラジオネーム豆腐王子さんからいただきました。豆腐王子、はい、卵豆腐かと思っちゃった。あ、漢字でなってるのね、豆腐王子ね。はいはいはい、はい、ライブが大好きです。 CD で聞くよりもライブに行く方が断然楽しい。皆さん最近行ってよかったライブの話など聞きたいです。なるほどね、ライブ好きね、うん、いいと思います。じゃあライブとか行きますか。私の行きたいライブ、はい、まあライブ行きたいんですけどチケットが当たらなかったりするじゃないですか。はい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 、最近本当にライブビューイングは結構行ってます、ね。うん、ちなみに最近誰のライブ行きました。アイドルマスターとかーちょっとそういうのとか、あと K-POP も好きなので、うん、その K-POP アイドルのライブビューイングとか、ね、やっぱ人気集中してるところだよね。そうですね。そう、昨今、まあ、ライブは結構多分、うん、ソールドアウトも意外に少なくなってきてて、前よりもね、うん、意外にいけるんですよ多分。そうそうそう、うん、でも中でもいけないのがさっき言ったアイドルマスターだったりとか、うん、ラブライブだったりとか、うん、ああいうのとか、うん、もう言った K-POP とかは結構取れないチケットだったりするので、うん、まあ人気集中してるなって今聞いてすごくわかりました。ライブビューイングはいいですよね、うん、全国どこでも見れますし。そうなんですよ。僕ね、行ったことないんですよ、ライブ。ライブのライブビューイング行ったことなくて、うんうんうん、どうなんですか、みんなやっぱやってるんですか、結構シャン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 。やってます、応援上映。わあ、そう、応援上映ですよね、まさに応援上映ですね。キャーって言ってるんですか。キャーって言ってますよ。そう、ライドンタイムとかっていう時に、あ、今エグザイルですけど、はい、そうです、もう色変えてうおーみたいな、うん、へー、見づらくですよね。いや、そんな、そんなことないですか。でもなんかこう、なんですかね、うん、こうちゃんと環境も整備されてて、席もちゃんとあって最近お台場にあるユナイトデシネバーで、うんうん、にスクリーン X って言って、3面こうスクリーンがある、うん、横もですか。そうそうそう、まあ、横というか、うんうん、まあ、だから実質180度ぐらいスクリーンになるのかな、うんうん、っていう劇場があって、うんうん、でそこでライブユーイングやってたりしてるんですよ、あれぐらいになるとやっぱりリアリティ、ね、いいですね、あるかなと思うんですね、うんうん、だから僕ね、ちょっと今ずっとそのライブユーイングに関して思ってることがあって、はい、ちょっと見てないからと言えないんですけど、うん、基本的にはそのライブビューイングってカメラ寄ったりしますよね、うん、そうですね。だから実際にライブ見るよりもすごく近く見れるからいいっていうメリットはありつつなんですけど、うん、その臨場感としてはどうなんだろうっていう。騙されちゃうんですよね。あ、そう。私はテレビ見てると同じ感じがする。僕ずっと引きの絵でいいと思ってるんですよ。なるほど。まあ、もしくは最前列の絵、もう固定であった方がリアリティがないかなと、うん、思ったりはしてるんですけど、そんなことない。どうなんですかね。ちょっと実験的にやってほしいんですよね、どっか、うんうんうん、もう絵は固定みたいな、うん、もう最善ですみたいな、固定会場みたいなのが、そうそう、だからもう自分がそこに本当座ってる感覚で、うんうん、もう最善の絵で見れるみたいな。確かにいいですね、うんうん、そうそうそう、動かさないもん、あえてもうこう寄ったりしないみたいな。そうそうそう、うん、最近、まあ、僕ら結構そういう意味ではご招待受けていくこともありますし、うんうん、自分で行くこともあるしっていうので、まあ、いろいろあるんですけど、パターン的にちょうどね、この前セカオワのライブ、うん、おセカオワの野外ライブ行ってきたんですよ。タイムリーですね。そうそうそう、うん、ちょうどね、あそこはなんだ、山梨の富士急ハイランド。あ、山梨ですか、はい、そうそうそう、富士急ハイランドの、まあ、野外ステージがあるんですけど、うんうんうん、まあ、そこでこうセカオワがね、世界の終わりさんがそのライブを、やったの結構伝説になってて、うん、ちょうど売れ始めた頃ぐらいの時に、うん、もう超巨大な木をねそこに建てて、うん、もう超巨大な木なんですよ、うん、でそれがもうすごく話題になって、うん、それにお金かけすぎてライブの収益がなかったっていう伝説のライブがあって、そうそうそう、ニコフォアフォレストっていうところなんですけど、でそこのライブを4年ぐらいやってなかったんですよ。2年連続ぐらいでやったのかな、3ぐらいでやってたんだけど4年ぐらいやってなくて、ずっと行きたかったんですよ、うん、で僕ね、ここのとこ、ここ1、2、3年ぐらいかな、ずっとセカオワさんのライブ行かせてもらってるんですけど、うん、で今回その久々やがやるということで行ったんですね、うんうん、いやもうね、奥がいいですね。昔はね、そういう意味で野外ライブってよく行ってたんですよ、うん、フェスとかもちょこちょこ行ったりしてたんですけど、うんうん、最近はね、あんまりこのなんていうか、ちょっと外でこうずっと立ちっぱなしが辛くなってきてる、うん、ですけど、そのセカオワさんの野外ライブって、うん、座席指定なので、うん、席もあるんですね、うん、でね、何が楽しかったかって、単なる野外ライブじゃなくて、もうほぼ1日遊べるような仕組みになってるんですね。ど
そういうことですか。そうそうそう、ちょっとね、いわゆるセカオアフェスみたいになってるんですよ。あ、でまあ食べ物の出店もあって、うん、で、富士急ハイランドでも無料で入れるようになってる、うん、あ、そうなんですね。あの、まあ、フリーパスは別なんですけども、うん、入ってそっち側にも行けるしっていうのと、うん、あと、まあ、スカのワレさんの、DJ ラブさん、あのピエロの面かぶってる DJ ラブさんからの挑戦状って謎解きゲームがそこに用意されてて、やりました、やりました。2時間ぐらいかけて解けたんですよ。すごい。そうで、聞いたらね、僕初日に行ったんですけど、うん、あの解けてるの本当に2パーとか3パーらしくて、すごいじゃないですか。そうそうそう、だから結構ね、解いてる最中も周りの人たちが、うん、これわかんないんですけどとかっていうのを、それ解いてる最中とかで来て、うん、2点3点っていうね、こういろんな謎解きがこう、これ正解かなと思ったらさらにもう一個答えがみたいな感じのやつで、でまあ解けたらステッカーと、うん、あとくじ引きが引けて、うん、くじ引いて当たったらなんかもらえるらしいんですけど、うんうん、結局それは当たらなかったんですけど、うん、まあ、でも解けたというちょっとね、すごい、こう、うん、楽しかったです、ね、はい。ステッカーといえば、うん、ジョージさんね、はい、番組の作ってましたもんね。ああ、番組のステッカー作ってないんですか。ステッカーじゃなくて、はいはい、なんですか、ロゴ、ロゴ、ロゴね、ロゴね、はいはい、ロゴ作ってました。あの番組の、あ、そうね、あ、番組とか TK、 TK ソングマフィアね、あ、あのステッカーね、作っていいのかな、わかんない。でもなんかそろそろね、 お便りくれる人にも何かしたいんですけど、ちょっとそれワロップさんと相談します、うん、あのね、個人情報保護法の問題があって、あ、そうそう、最近ね、こういうのをね、簡単にグッズ、プレゼントとかっていうのが応募できないんですよ。そうなんですね。そう、あの適切に個人情報を取り扱わなくちゃいけないらしくて、うんうん、法律の遵守しないといけないんですよ、うん、法令遵守ってやつですね。はい、なんかそうなんで、でもライブで言えば、セコーさんのライブね、すごく、うん、そもそもその野外もいいんですけど、うん、まあ、すごく楽しいんですよ。何がいいって、なんだろう、まあ、ファンタジックな世界観なので、うん、その一個前に行った、タルカスっていうそのツアーライブの時も、うん、タルカスの時はね、なんかこう四隅にこうでかい、うん、あの像、こうパオーンの像ね、とか、なんかそういう動物のでかい動くミューニメントがあって、それがこう喋ったりするんですよ、ドライブ中に。でそういうストーリーになってるんですよ、一つの絵本みたいなストーリーになってて、それとこうリンクしてやってて、でセカオーのメンバーがこう回るステージの中にいて、くるくる回るんですよ、曲によって。だから4面で周りでこう囲ってるんですけど、あのどこにいても全部のメンバーが必ず見れると、うん、へえ、そう、あ、もうなんかちょっとテーマパークみたいな感じですね、うん、そうそうそう、もう本当にすごくて、うんうん、で撮影 OK なんですよ。え、いいんですか。そう、動画はダメなんですけど、うん、撮影は OK で、結構ね、一眼レフとか持ってきてる人もいて、それもね、だから記憶に残せるしっていうので、うん、あのみんなすごく楽しんでて、でも本当にその楽曲もいいし、世界観もすごく良くて、うん、あのライブを見に行く価値があるタイプ の、うんうん、あのアーティストさんですね、うん、世界の終わりさんは。これはね、本当にあのセカオファンは多分うんうんって言ってると思うんですけど、うん、もっとあるぞというふうに言ってるかもしれないですけど、まあ、あとなんかスターライトリングというこれ腕時計が、ね、光が光るやつ、あのこう向こうがスイッチ入れとかでパーンって光るやつがあって、すごいですね。そうそうそう、それをね、毎回必ずやってるんですよ、うんうん、でそれがこう曲に合わせて光ったりとかして、そういうのもね、あったりして結構楽しいんですよ、ね、自動でなるんですか。そう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 、そう、曲に合わせて光ったりっていうのがあったりとか、なので、そういう意味では僕はもうそのセカオさんのライブがすごく、うん、もうここのとこずっと言ってますけど、おすすめですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでね、まあ、なんかその最近行ってよかったライブの話ということで、そんな感じでお届けさせてもらいましたけど、まあ、ちっちゃいはずみんな、ね、あのクラシックもやってるんで、そうですね、クラシックもぜひね、はい、クラシックコンサートはもう、うん、弦楽器はとにかく生はおすすめですね。あ、弦は生は、ね、体にこうね、振動が来る、そうですね、ということで、 CM の後も引き続き、上田健一です。毎週水曜日の9時から上田健一のぶっこみミュージックという音楽番組をやっております。まあ音楽の話はですね、音楽番組なんかもちろんのこと、普段聞けない話など盛りだくさんの内容でお届けしております。それとですね、会場限定でコラボをするですね、セッションですね、する企画などもやっておりますので、ぜひ皆様、毎週上田健一のぶっこみミュージックよろしくお願いいたします。と、僕たちは毎週土曜日21時半から22時まで立ち入り禁止ハイパーという番組をやってます。この番組は一流のアーティストを目指す卵たちが音楽の話、またまた音楽じゃない話をゆるーくお伝えする音楽バラエティ番組でございます。ぜひ毎週聞いてください。それでは
シンシンでした。マフィアの隠し部屋、はい、隠してないけどでもすごいもうあの開いてる、開いてるしね台風だし今日そうなんですよ、これね撮ってるのが台風です、本当に台風です、すごい肩があってさあんな駅前で肩が飛ばされるっていう、はい、すごい久保越しとございます、よろしくお願いします、はい、ということでですね、なかなかの好評ですこのコーナー、五反田の、はい、石鹸の匂いからこの違いやすごいね、石鹸の匂いこのマンション、そうですね、拡張石鹸、前回と同じマンションというかあの場所なんですけど、ね、入り口がやっぱり弱いですよ、ダメだな石鹸売ってんじゃないか一回で誰か石鹸屋さんがいるんじゃないかと思うぐらいな洗剤の匂いするもん、いやなかなかいいんですよ、ということで、お便りが来てますので、お便りをお待ちください、ラジオネーム児童のとりこさんからです、小室哲哉さんがサニー強い気持ち強い愛の音楽を担当していますが、小沢健二さんの曲がタイトルになっていてなかなか面白い組み合わせだなと思いました、90年代は TK ファミリーと渋谷系で対局にあるような印象でしたが、皆さんは渋谷系と言われるジャンルについてどんな印象をお持ちですかということです、8月のだから8月の31日に公開になりますけど、はい、サニーっていう映画、はい、でサニーっていう映画のサブタイトルが、お酒の曲の、ねね、強い気持ち強い、うん、っていうサブタイトルがついてて、はい、で小沢健二さんのその曲も劇中で使われるんですけど、はい、まあでもむしろあのサニーっていう映画の、大部分は、はい、小室哲哉さんの楽曲だったりをやってるんですよね、うん、はい、かそれ以外のいわゆる90年代の小室ファミリー時代の曲以外のいわゆるこう劇版と言われる、はい、悲しい時にポロロンって出る、はい、ああいうのも全部小室哲哉さんが、うん、今回やられてますね、まあ、音楽監督全部、はい、音楽全部小室哲哉さんでやっていて、で、まあ、TK ソングマフィアもちょっとお手伝いしてる、そうちょっとじゃないぐらい、うん、言っていいのかな、そうなんですか、かなりだいぶはい、まあ、一緒にこうお仕事させてもらって、うん、いい映画ですよすごく、うん、篠原さんですよね、そう涼子と、涼子とすずちゃんが、まあ、ダブル主演というか、大人がそう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 、篠原さんで、そうそうそう、高校生時代がすずちゃんで、そのすずちゃんが大人のところが涼子がっていうことですよね、そうそうそう、お手紙ジローのトリコさんが渋谷系とは対局にあるような印象でしたか、うん、ということなんですけども、当時ってそのあのね、うん、あのね、小沢さんフリッパーズギターでしょ、はい、さんの確かにその曲は90年代後半ぐらいだったかなとは若干思うけど、でもいわゆる渋谷系って言われるものは多分ねもっと前なんだよ、そうですね、うん、はい、世代的には80年代の終わりぐらいだったと思うな、むしろ TM ネットワークの頃と被ってると思う、あいわゆる渋谷系、あオリジナルラブさん、はいはい、まあそろそろ立派すぎたそうですね、渋谷の HMV が何か、はい、一番こう華やかが、リコマネしたところ、まあ、タワリコさんとかあの辺とかそうですよね、でいわゆる俺が思う渋谷系っていうのは多分80年代後半ぐらいで、うん、多分おっしゃってる渋谷系っていうのは随分そこからこう随分後な、はいはい、でだって渋谷が、いやその映画の背景で言うとだけど、その90年代後半ぐらいの渋谷はいやもうオールアムラーだ、ああそうですね、うん、だ申し訳ないけどあんまり渋谷系ってそんな流行ってなかったとか、いわゆるその小沢さん、小沢君、いや小沢君の曲流行ってるけど、だからオリジナルラブだったりフリッパーズギターだったりだから渋谷系というのが一大こうなんていうかバーンって前面出てる後の流れなんですよね、そう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 、だから小沢さんもその渋谷系って言われた後の流れだし、そう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 、で多分その後のザンと結構いて、例えば僕だと覚えてるスパイラルライフさんとかも多分、まあ、その辺ぐらいだと思うんですけど、一歩間違うと俺は違うと思うけど、一歩間違うっていうか、なんか多分あの奥田民生君なんかも渋谷系って言われるような気がするんだ、俺は違うと思うんだよ、奥田君はちょっと渋谷系とはちょっと違うと、うん、俺は思うけど、でもなんかそういうそのちょっとこうバンドを率いたシンガーソングライターっていうのかな、
な男性シンガーソングライターだからいわゆるこうちょっとあの売れ売れな J-POP の路線とは少しずれた男臭い匂いがしたりとかちょっとオシャンティーな感じのっていう渋谷系というジャンルのこうあれが難しくてあのマキロさんとかがマキジーさんが別に渋谷系では言ってなかったんだけどみたいな片言を言ってたりしてるじゃないですか。渋谷系の人たちそもそも自分で渋谷系とあんまりあのフリッパーズギターさんとか田島君だったりそうですね。田島さんのとこなんかは完全にちょっとまた他と違いますね、うんうん、こうジャパニーズ英語ワールドに近いというかそう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 だね、うん、そうだね。だから田島さんの歌はバラードから全部あるでオールバラードでちょうどその頃多分、ね、僕の記憶では渋谷系ってもうちょっと後からその昔を振り返って渋谷系って言ってた記憶があって、まあそうかもね。でもね僕当時どっちかというとネオワコ系とかって言ってたような記憶がそうかもそうかもそうかもそうか確かに、うん、いや俺でもじゃあ渋谷系って言わせてもらうとちょっと今話の質問とは全然関係ないけど、はい、渋谷系って言わせてもらうんだったら俺すごい渋谷系だよ。あ俺まさに渋谷そうです、ね、あの渋谷で CD 買って、うん、20代の頃とかあのイカ天ブームが終わって、はい、でそっから後のところでそれこそウェイブとか、はい、HMV とか、うん、なんだっけなパルコにあったのなんだっけレコード屋さんなんかいくつかのレコード屋さんとこれいつも毎日毎日レコード買いあさっててそれこそデトロイトテクノとかが一通りこう終わってニューヨークにこうシカゴハウスとかなんかちょっとこうだん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 こうテクノがもうちょっとこうなんか幅広くなってくるので、はいはい、そういうクラブサウンドとあでヒップホップも入ったかな。そうだね、ま、ちょうどその辺にシップホップが入り始めたそうこれ MC ハマーのちょっと前ぐらい、うん、はい、なんかそういうちょっとこうなんていうかいろんなこう音楽ジャンルがこうフィーバーするちょっと手前のなんかこういいなんかミクスチャーの時代だったと思うんだけど、だからそこに俺を入れて割とどっぷりだから、そうですよね、俺でも渋谷系だと思うんだけど、そうそう渋谷系ってその辺に通ってた人たちが作った楽曲ってことですから、それではコウジさんも渋谷系の一派なんですよね。そう、アルカワラップブラザーズなんて一番渋谷系だあるんで登場してる人たまらない話ですからね、はい、でもちょうどその頃だと、いわゆる今あの振り返った時の渋谷系っていうのは多分世代というか年代というかのところは世の中でいうと本当ちょっとバブル、そうですね、まあ、ちょっと前ぐらい前夜ぐらいかなぐらいのところなんだと思うけどね。だからですよ、もう、北欧の方にわざわざレコーディング行ったりとかっていう時代ですよね。そうそうそう、現地の空気感が違うんでとかって言ってた時代ですか、うんうんうん、実際その小泉さんはもう小泉さんの小室部分といってもどっぷり先生と一緒にお仕事されたと思うんですけど、まあ、こういう系の音楽とちょっと違う位置づけにあったと思うんですよね。うん、まあでもね、小沢君もだし奥田君もだしの作るバンドサウンドと、まあ、それこそ俺ノーギャラスってバンドサウンドじゃない、はい、なんかそんなのとはそんなに変わんなかったと思うよ正直言って。その小沢君が歌うし小沢君が書くから私奥田君が作るから奥田君ってなるけど、はい、でも多分そんなに根本的には変わんなかったと思うな、うん、俺あの時代のバンドの人たちってみんな、それではだからやってる側からすると特にあのジャンルがどうこうみたいな全くなく、まあ、奥田君のこと曲は奥田君だなと思うし、うん、小沢君も小沢君だなと思うけど思うけど、でもまあそんなに、うん、別に XJAPAN は XJAPAN だなぐらいしかまあそういう意味ではこう、まあ、ビジュアル系ブームとかもあったりとか、まあ、その後にちょっといわゆるあの、メロコアブームも来たりするんですけど、うんうん、若干ジャンルがこうあの一つの方向に向いてるようで結構そういうのは細分化されてたんですよ、うん、細分化されてて、うん、そうだったと思う。いろんなところにみんながもう徐々にこう、うん、そうですよね。まあ、我々だとは小室ファミリーがさ、はい、小室哲哉さんがご隠居が作る音楽はさまず第一にあるわけだからさ、はい、まあ、小室哲哉さんはキーボードでさ、うん、曲を作るじゃない、だギターで作る人とは違うからさそこは、ただまあそれはその小室ファミリーサウンドのそのなんか核は成してるわけだけどさ、うん、でもそれをこういろんなちぎり方をしながら瞳とかさ、なんだろうな、まあ、まあグローブになったり瞳になったり DRF になったりってまあアームロになったりとかって、はい、こういう話すると長くなるんですすいません、ちょっと一旦これします。今週のマフィアの隠し芸は、はい、
ご答えです、はい、どうご承知でした。ありがとうございました。千代のマジカワでパラダイス、皆さんこんにちは、わわわわみたいな、はい、この放送は毎週木曜日18時半から19時でお届けしております。ちょっとね生放送な感じなんで土壇場な私も見れちゃうと思います。ちょっとカミカミ女王なところもありますので、ちょっといろんな私をお楽しみください。以上、夢の友千代でした。見てね見てね見てね、千代のマジパラ。はい、歌より MC が長いライブをしている大酒モンスタートービーです。トービーは 1,3,5 週目の火曜日19時半から20時にトモピーのピーという放送をねやっております。それでですね、今後トモピー科学賞を織り交ぜながらライブをしようと思ってまして、番組内でも科学実験をゲストさんと一緒にやりたいなと思ってます。科学実験、素敵なゲストをみんなで楽しみましょう。トモピーでした。ということでね、はい、リハーサルとかずっと聞こえてるあれ多分後ろの BGM 鳴ってなかったら聞こえてるでしょうね、これちょっと乗っちゃう。そう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 、うん、なんかさっきこれの1個前の CM、 1個前のもう1個前の終わりがね、なんか時間余っちゃったから出ましたねいやいやあんまりね時間気にするとね、うん、ダメなんですよ、うん、そう時間気にせずに詰め込みましょう、はい、詰め込みましょうはい、ということで詰め込めるためのねトークのためには何が必要、お便りでございます、はい、はい、ということで、先にじゃあお便りの宛先の方をお願いいたします。はい、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。メール、ツイッター、そして番組公式サイトにてお受け付けしております。メールアドレスはradio@ageoshi.net、番組公式ツイッターアカウントはageoshi_radio、そして番組公式サイトはあげおし .net になります。はい、皆さんからのお便りじゃん、はい、続々お待ちしております。続々お待ちしております、はい、じゃあちょっとここでも告知も入れときましょうかね。はい、はい、久保浩二プロデュースミラクルキャンディベリープラスがアイドル祭り2018国民的アニメソングカバーコンテストの関東 B エリアの代表戦に出演することが決定しました。6月9日より代表決定戦がスタートしておりますので応援よろしくお願いいたします、はい、その他ミラクルキャンディーベリープラスについては公式サイト並びに SNS をチェックしてください、はい、よろしくお願いします。久保浩二所長が音楽協力をしている映画馬の骨が公開中です。劇場情報は映画馬の骨の公式サイトをチェックしてください、はい、先週も紹介しましたけどね、ぜひ映画の方に行ってください、はい、ということでね、まあ、ちょっと今週はでもあれですよね、あの布面積が少ない水着ですよねもう終盤に水着トークが入るのがもう決まりみたいなね。だからそう言うと話の種がないみたいな感じそんなことないですね。本当ですか。いやほらせっかくなんで、ね、いやセクハラと言われるかもしれないですけど、うん、まあ、男性視聴者さんがねこうちょっと想像力を豊かにできるような ね、はい、感じのことをでも水着お好きですよね。水着お好き、うん、好きですよ、うん、好きですよね。いっぱい可愛いのありますからね。最近またね、うん、布面積が増えたり少なくなったりっていう、うん、なんかちょっとよく分かんない傾向。今年はちょっとハイウエストが流行ってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、ちょっとおへそ隠れる腹巻きみたいなね。じゃ可愛くないじゃないですか腹巻きっていうといや、あんまりこう温めすぎるとよくないのかなと思います。温めすぎるということで、ね、週の半ば毎週お届けしております、アゲオショレディマフィア、略してアゲラジ、今週はここまでになります。では最後に行きましょうか。はい、行きましょう。いつでもアゲオシ、また来週。毎週土曜夜7時半からは声優阿部陽子のアニラジ電波。声優歌手の阿部陽子とアニメ大好きワンちゃんがアニメ電波ソング、リスナーさんのツイッターリプも生放送で会話しちゃうよ。みんな聞いてね。お楽しみに。ノートアース遠藤こと遠藤博之です。メッシーこと半田匠です。僕たちは毎月第2木曜日20時30分から21時まで濃厚男ラジオという番組をやっています。僕たち二人は男の中の男を目指して熱いトークやいろんな企画に挑戦しております。ぜひ毎回聞いてくださいね。
せーの、農家アース。